さて今日は炊きたてご飯に野菜炒めです。卵やっぱ食べたくなったんで最後入れちゃいました。入ってんのは、豚肉、しめじ、人参、春キャベツ、もやしでございます。味付けは塩コショウ、酒、シャンタンデラックス、オイスターソース、それだけです。はい、以上というわけで食べたいと思います。ちょっと色飛んだな。食べたいと思います。よし、食べよう。さて食べよっと。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日はティッシュの出てるから、野菜炒め、卵入り、唐辛子かけてますと、ライスでございます。というわけでいただきます。ただいま2時でございます。まあ1時間まだ時間ありません。3時から仕事なんでね。これ美味しいですよ。いただきます。うんうん、バッチリ。うまい。野菜みたい、野菜炒めうまいよな。もやしとキャベツも強度にこのサクサク感、うん、残ってる。バッチリです。うん、いい感じ。シャンタンデラックスとオイスターソース最後ちょっと入れたらね、めちゃめちゃうまいよな、野菜炒め。このオイスターソースがね、仕事しますよね、うん、このちょっと濃厚な甘みというか、野菜炒めには欠かせないオイスターソース。うん、うまい。いつも作られるね、野菜炒めとかのね、最後にオイスターソースちょっと入れて軽くだけ火通してもらうとね、やってもらうとね、ちょっと変わると思いますよ、いつもの野菜炒めも。あれとかも入れてもいいよ。酢豚、酢豚じゃない、中華丼とかね。うん。
結構使ったことないって人多いと思いますよ。特に男の人ね。俺の感覚では野菜が本当に美味しくなる。なんか野菜の甘みが引き出されるというか、なんか甘みが、うん、野菜がうめえなって思う。卵の入り付けとかでも入れるようだし野菜いっぱいで麺もないんですよ。たまにはこんなもんね。ヘルシーな感じで。まあヘルシーは知らんけども。いつものに比べたらヘルシー、うん、量もちょうどよかった。ちょっとおかずが多いくらいかな。野菜炒めにね、結構ね、しめじ入れたい人なんですよね。皆さんよく使われるかもしれないけど、エリンギはね、俺あんま使わないんですよ。いや、豆苗もちょっと買おうかな思ってるけど、豆苗はね、私ね、シンプルに豚肉と塩コショウとウェイパーぐらいで炒めて食べたいんで、うん、今回の買い物では買いませんでしたね。結局買おうかなってちょっと思ってたけど、満足。いつもの飯でもそれ腹いっぱいになって満足してんねんけど、これ野菜炒めとか野菜のもんね、飯と食うとね、皆さんから言えば汁物の味噌汁とかそんなも欲しいかもしれんけど、俺はあんまりやんタイプなんで、こういう野菜炒めとご飯食べるとね、なんかしっかりした飯食ってんなと、日頃が日頃なんでね、うん。
思っちゃうわけですよ。うん、人参もいい火の通り方。少し噛むのも弾力があるぐらいのね。まあ野菜炒めも10分ほどでできますからね、うん、下準備も大して必要ないし。いやーうまかった、いやーうまかった。これサッポロ一番塩ラーメン次のね飯とかの方は動画再生されるんですけど、あの大盛りのカレーとかこういうのはね動画再生あんまされない。でも俺の満足度はいつもより高いこれぞ温度差ってやつですか。はい、というわけでバテモス協会本日は野菜炒めと炊きたてご飯を食べました。とっても美味しいのございました。ごちそうさまでした。さあ編集して仕事行ってきます。